はい、どうもお世話になっております。機動戦士ガンダムシードよりマスターグレード100分の1ジャスティスガンダムです。2017年6月発売、販売価格が5280円となっています。はい、こちらのキット発売当時にレビューしたことはあるんですが、改めてレビューやり直したいと思います。はい、それでは早速本キットジャスティスの設定解説から確認していきます。パトリック・ザラの指揮のもと、国力物量に劣るザフト軍が奪取した G 兵器のデータを注ぎ込み、統合3局によって開発された試作型モビルスーツ。ザフトにおけるイージスの後継機として作られた機体であり、兄弟機である ZGMF-X1OA とともにコズミックイラ71年4月1日にロールアウト。ナチュラルに正義の鉄槌を下し、コーディネーターの真の自由を勝ち取る旗印となるべく、 ZGMF-X09A はジャスティス、 ZGMF-X10A はフリーダムと命名された。地球連合の GATX シリーズ及び予想されるそれらの量産化を考慮した場合、連合軍の物量でザフトのモビルスーツの優位性が覆されることは大きな懸念材料であった。そのためザフトと連合の技術を融合した機体としてジャスティスは開発された。基本構造はゲイツをベースとし、その運動性能や情報収集能力を引き継ぎつつ、 GATX シリーズの技術も導入した機体となった。さらには短期で多数の敵モビルスーツを圧倒する戦闘力を示しうる対連合の切り札となるべく、ニュートロンジャマーの効果を打ち消すニュートロンジャマーキャンセラーを搭載した核エンジンを動力としたことで無限に近いエネルギーを獲得。それにより兵装の大幅な出力向上と従来機をはるかに上回る稼働時間延長を両立し、フェーズシフト走行もダウンすることがなくなった。ジャスティス最大の特徴はファトゥム00にある。外付けのフライトユニットを背部に接続し、機動性を向上させるアイデア自体は連合のストライクで実用化されたものだが、ジャスティスではこれをさらに推し進め、ファトゥムを遠隔操作可能とし、これを活用した合体分離戦法により別の無人機両機と連携するかのような多重攻撃に用いることも可能としている。多数の固定火器により高い砲撃力を有するフリーダムと比較すると、単純な総合火力では一歩及ばないものの、その高い機動性と攻撃能力からコズミックイラ71年においてトップクラスの機体として君臨した。エターナルに属してからは識別番号102を使用した。はい、ということです。ではここでニュートロンジャマーとジャスティスにも搭載されたニュートロンジャマーキャンセラーについても確認しておきます。まずはニュートロンジャマー。プラント最高評議会議員である物理学者オーソン・ホワイトにより開発された。コズミックイラ70年2月14日の血のバレンタインで地球軍の核ミサイルによる被害に遭ったザフトは、改めて核の脅威を認識し、その対抗手段としてニュートロンジャマーを実戦に投入したという。開発時期の設定は資料によって血のバレンタイン後とするもの。ニュートロンジャマーそのものはモビルスーツとの併用による有視界戦闘を可能とする装置の一つとして、コズミックイラ60年代から開発が行われていたとするものが存在する。また年表においてニュートロンジャマーは血のバレンタインから8日後の2月22日に世界樹攻防戦で初投入されたと設定されている。ニュートロンジャマーの影響下では自由中性子の運動を阻害するフィールドが発生するとされる。その効果内では全ての核分裂が抑制され、核ミサイルをはじめとする核分裂兵器、核分裂エンジン、原子力発電などは使用不可となる。また副作用として電波の伝達が阻害されるため、それを利用した長距離通信は使用不可能となり、レーダーも撹乱される。これによって精密誘導兵器が使用不可能となり、戦場は再び有視界接近戦闘の時代を迎えた。ザフトではこの通信妨害効果を活用すべく、ほぼ全ての艦艇にニュートロンジャマーを搭載し、戦闘時に稼働させるのが定石となっている。
そしてその環境下で最も有効な新兵器としてザフトが開発したのがモビルスーツである。サイズは小型から衛星まで様々なものが存在する。本体下部には地面を掘り進むためのドリルが備えられており、着地後は自動的に地下数百メートルまで掘削して自己埋没する上、あらゆる遠隔操作に対するプロテクトがなされているため、敵に無力化される危険性は非常に低い上、打ち込んだザフトですら除去や回収は困難だという。またニュートロンジャマーの有効範囲は非常に広く、オペレーションウロボロスにおいて使用されたものは数機で地球全域を影響下に置けるほどである。しかも投下時には大量に打ち込まれており、地球連合軍は数すら把握していない。ニュートロンジャマーに内蔵された動力源には寿命があるため、効果は永久的ではないものの、軍隊を支える社会を直接攻撃する近代兵器として機能し得るものである。プラントはこのニュートロンジャマーを背景として有効姿勢を持つ国家に対するエネルギー輸出を表明し、連合の反プラントプロパガンダを牽制した。なおコズミックイラの宇宙でのニュートロンジャマーの効力は地球やラグランジュのコロニー群などの人間が生活している付近に限定されていることから、それ以外のリティリアや火星圏などのような地球から見て辺境の中域では依然として核発電や核爆弾は使用可能である。作品制作上の事情としては、宇宙世紀におけるミノフスキー粒子の代わりとして在来の誘導兵器や火器管制装置を無効化し、接近戦や格闘戦を得意とする人型ロボット兵器が活躍できる条件を作るための舞台装置である。また設定を担当した森田茂は、宇宙世紀における南極条約を意識し、シードでは装置によって無力化される試みをしたと語っている。同じく設定を担当した下村隆治は、条約による制限では違反して使用される可能性が出てくるため機械的な装置を設定したと語っている。はい、ということです。続いてニュートロンジャマーキャンセラー。ニュートロンジャマーの影響を打ち消す装置としてザフト自身が開発した。稼働するとニュートロンジャマーによって阻害されていた自由中性子の運動が活発となり、その環境下においても核分裂反応が引き起こせるとされる。もともとはニュートロンジャマーが完成した時点で開発されたもので、将来的な宇宙開発のための装置として作られた。有効範囲は搭載機によって中域ごとの適用から機体のみの適用例が存在し、その効果は仕様によって異なる。ニュートロンジャマーキャンセラーの各搭載機に接触ないし接近すれば核エンジンを稼働させることができる。ただし影響を打ち消すのはあくまで核分裂の抑制にとどまるため、ニュートロンジャマーによって引き起こされる電波妨害は依然として存在する。なお製造にはベースマテリアルとなる特殊な物質を必要とする。このベースマテリアルは地球でも産出されるが、機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73デルタアストレイでは火星においてその大鉱脈が新たに発見された。このニュートロンジャマーキャンセラー製造技術を入手した大西洋連邦は第一次大戦後それを独占し、政治的カードとして活用している。その一方、プレアレベリーから託されたカナードパルスによってマルキオ同士のもとにもニュートロンジャマーキャンセラーの製造技術が渡っている。はい、ということです。では続いてジャスティスのパイロットアスラン・ザラについてです。コーディネーターの中でも能力が高く何事もそつなくこなす。頭脳明晰、冷静沈着で論理的な性格だが稀に感情的になる。幼なじみのキラ・ヤマトとは月のコペルニクス幼年学校の頃からの親友であり、家族ぐるみの深い交流があった。シーゲル・クラインの愛娘ラクスは婚約者だったが、後にフリーダム強奪事件を機に実質的に婚約破棄となり、シード後半ではカガリと恋仲になる。地球連合とプラント間に海戦の機運が高まると、父パトリックの命令でプラントへ移住。農学者である母レノアを血のバレンタイン事件で失い、
それをきっかけに軍人として平和のために戦うことを決意した。コーディネーターの中でも優秀な能力を持ち、士官アカデミーをトップの成績、モビルスーツ戦、ナイフ戦、情報処理1、射撃、爆薬処理2、総合成績1位で卒業し、ザフト軍のエリートパイロット、赤服としてクルーゼ隊に所属する。特にナイフ戦においては、ナイフの腕前で流しられるアカデミーのフレッド教官を倒すほどの能力を持つ。射撃技術も群を抜いている。パイロットとしてはキラと互角に戦えるシードを持つ者。パイロットとしての腕前も高いが、元来の平和主義な優しさから本気になれないところがあり、作中でも勝率を下げていた。戦略家としても優れており、ミネルバの艦長であるタリアに助言をしたことで危機を乗り切ったこともある。はい、ということです。続いてアスラン・ザラー機動戦士ガンダムシードにおける活躍についてです。地球連合軍が極秘裏に開発した新型モビルスーツ G 兵器を奪取するため、オーブ領のコロニーヘリオポリスに向かい、そこでかつての親友キラ・ヤマトと悲劇的な再会を果たした。その後ダッシュしたイージスガンダムに登場し、やむなくストライクガンダムのパイロットとなったキラと幾度となく交戦する。ラクスがキラに助けられる形でアークエンジェルに保護され、後に戦いで不利になったアークエンジェルから人質とされると、キラに対して怒りをあらわにする。キラがラクスの身柄をザフトに引き渡した際、ラクスを取り戻しに向かったアスランはキラにも共に来るように説得するが断られた。地球降下直後の移動の際、搭乗していた輸送機が落とされたため、イージスともどもパージされ、漂着した無人島にて同じく漂着していたカガリユラ・アスハと出会う。お互いに自分の考えをぶつけ合い、武器を向け合いもしたが、最後には名前を教え合い、友好的な雰囲気で別れた。救助された後はニコロ・アマルフィ、イザーク・ジュール、ディアッカ・エルスマンを率いてアークエンジェル追撃にあたり、途中オーブにかくまわれたアークエンジェルの行方を探るためオーブに潜入した。偶然再会したキラから今も変わらぬ友情を伝えられ、さらに苦悩するが、キラとの出会いからオーブにいると分かったアークエンジェルを軍人として撃つことを決意する。しかしオーブ近海戦において戦友のニコルをキラに殺され憎悪に燃えたアスランは、シードを覚醒させたキラとの激闘の最中にトール・ケイニヒを殺して、自身もシードを覚醒させ、イージスを自爆させてキラのストライクを撃破する。オーブに救助され、再会したカガリに自身がキラを撃破した事実を告げ、友人のキラを敵として倒さなければならなかった苦しみを吐き出して号泣した。この際カガリから、殺したから殺され、殺されたから殺すことを繰り返して本当に平和になるのか、と問われる。ザフトに戻る際、アスランのことを危なっかしいと感じたカガリから、ハウミアの守り石の首飾りをもらい受ける。以降は所属陣営に関わらず身につけており、大事なものを思う際などに服の上から石を握りしめる所作を見せている。ストライク撃破の功績によりネビラ勲章を受勲、特務隊フェイスに栄転となり、プラント本国に一時帰国する。その初任務としてプラント最高評議会議長に就任した父パトリックから、最新鋭機フリーダムガンダムの強奪者の追悼、機体の奪還もしくは完全破壊、接触した人物施設の排除を命じられ、同じく最新鋭機であるジャスティスガンダムを受領する。その後スパイを手引きした容疑で指名手配中のラクスと再会すると、彼女からフリーダム強奪の真相とキラの生存を告げられ、同時にアスランが信じて戦うものは何かと問われ動揺する。地球に降りたアスランは地球連合軍のオーブ解放作戦に遭遇し、地球連合軍の新型モビルスーツ、カラミティガンダム、ホビドゥンガンダム、レイダーガンダム相手に苦戦するフリーダムを発見。ニコルをキラに殺されたことや、ラクスの言葉やカガリの言葉、マルキオ同士が養育している戦災孤児の男児がザフト軍への恨みや憎しみからアスランの足を蹴ってきたことなど、様々な思いを交錯させつつも、オーブ側に加勢することを決意し、任務を放棄して自らの意思で戦闘に介入。
キラを援護して地球連合軍を撃退する。戦闘後係の仲介もあってキラと和解を果たし、キラたちの望む平和が自分の望む世界と同じであると感じたことからザフトを離脱し、ラクスの主導する三赤同盟に加わった。宇宙に上がる直前に係の父ウズミのオーブに侵攻してきたブルーコスモスの名手ムルタ・アズライルやプラントのパトリック・ザラを非難する演説を聞く。その後はジャスティスで地球軍の新型3機と交戦しつつ、マスドライバーで宇宙に打ち上げられる草薙の船体にキラのフリーダムと共に捕まりオーブを脱出する。宇宙に上がった後、父の真意を問いただすため小型シャトルで単身プラントに向かうが、全てのナチュラルの殲滅を唱える父の姿に愕然とする。父に反抗し反逆者として拘束されるが、マーチン・ダ・コスタをはじめとするクライン派に救出され、ラクスたちと共に最新鋭の高速戦艦エターナルでプラントを脱出した。最終兵器ジェネシスについては詳細までは知らなかったが、ジャスティス受領の際に戦略兵器として極秘製造を開始していることだけは知らされていた。エターナル帰還後、これまでアスランの心を何度も救ってくれていたカガレに対して自ら行動し恋仲になる。その後三赤同盟の中核的戦力として地球連合軍撃退やプラントへの核攻撃阻止で戦果を上げる。最終決戦となる第二次ヤキンドゥーエ攻防戦においては、地球へのジェネシス照射を阻止するべくヤキンドゥーエ司令部へ突入したが、そこで目にしたのは霊勇気隊長に撃たれて瀕死となっている父パトリック・ザラ議長であった。パトリックの最後を見とるが、死ぬ間際までジェネシスを撃てと上事を言っていたことに失望している。夜勤の自爆に連動したジェネシス発射を阻止するため、ジャスティスを内部で核爆発させることでジェネシスを破壊し自らも犠牲になることを決意する。ジャスティスのリフターを分離して追いかける係のストライクルージュを押しとどめたが、それを振り払って追ってきた係に生きる方が戦いだと説得を受け、係のストライクルージュに同乗して脱出、生還した。はい、合わせ目ですが、首、ビームライフル、シールド、ファトゥム各所に合わせ目が入ります。はい、稼働はご覧の通りです。フリーダムバージョン 2.0 とほぼ共通のフレームで十分に広い可動域が確保されています。特徴的なギミックを挙げると、ジャスティス本体ではコクピットハッチの開閉、左右胸部ブロックの引き出し、股関節の引き出し、ファトゥムの方は武装類やスラスターなどが稼働します。はい、ということで以上、マスターグレード100分の1ジャスティスガンダムの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。